Yeah.
ルカトライバル、はい、サンドチェック、ダンちゃんありがとう。
出てるよ。かなりゆるい感じの岐阜の人歌だよ。
ずっと引きこもってるのもなんだからと思って、草刈りぐらいはしたいと思って、こうなんかこう、ね、燃料ないし、草刈り機の燃料ないしって言って、今後買いに行かなあかんとか言って、こう誰にも内緒でこうガソリンスタンドに買いに行ったんですよ、こう燃料をね。その時に移動中、結構なんか知らんけど頭の中忙しくって、すごいその移動中に何か知らんけど運転してたら、いきなり歌詞とメロディーとコードが全部降りてきた瞬間があって、ああこれあかん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 とか言って、すぐに路肩に止めてメモしたのを持ってきましたんで、ちょっと聞いてみてください。新曲ぐちゃぐちゃかもしれんけど、ちょっとまだね、本当に出来たてほやほやの曲で、多分こっからどんどん進化して、もうちょっと聴きやすく、いう曲になったんだなって後々は言ってもらえる曲がになると思うんで、聴いてください。もっと根源的な感覚の歌という歌です。乾杯。はい、乾杯。マリン乾杯。フルスカフェありがとう。ありがとう。フルスカフェに新曲持ってきました。カマーソートライブス、大地くん持ってきてくれました。時間の共有、もっと言えば感覚の共有。本当に大切な気持ち。